つながった？そうだよ。そうそう、遠隔っていうのもできるんです。で、私ここにツイキャスの視聴者さんと YouTube にもアップしてるから、 YouTube の視聴者さんとっていうのに、こうやってね、遠隔で届くようにしてます。こうすると遠隔でも届きます。っていうか、聞いてるだけで届いてるはずなんだけどね。だから皆さん、そんな風に遠隔でお届けして、個人的にですよ。で、それをいくらかいただいてる方もあるし、結果も出てるし、私はあんまりまだそこまでこのことで直接にお金をもらうってことはやってないけど、まあ結局流すだけだから、そんななんかまあヒーリングウェーブを手に入れたお金っていうのはかかってるけど、そんな大したことじゃないと思ってるっていうのかな。だから、なるべく皆さんに負担がない形でね、いいことがお届けできたらなと思ってるので。こうやってね、来てもらって見ててくださるだけでも、これが大きなうねりになれば、それは嬉しいことだから。ね、そうだよね。だから今のところまだまだね、このツイキャスの収益だったり、YouTube の収益だったりっていうのは出てなかったり、微々たるものではあるんだけど、でも、もっと先を見てね、もっと先を見て、私はそんな感じでマイクロチップを根っこにあんまり入れたくないから、このブリーダーっていう仕事はだんだんすぼめていきたいと思ってるし、でも可愛い猫ちゃんがたくさんいて、みんな可愛いけど、もう私から見たら、だって毎日20頭以上猫いるから、そんな珍しいわけじゃないの。でも珍しい人がね、たくさんいるから、で、動画や写真だけじゃなくて、こう、リアルタイムでずっと見とけれると、もう少しこう、身近にね、感じれるじゃないですか。で、プラス、こうやって、かーくんね、毎日来てくれて、コメントくれたり、こうやって私が喋る機会を得てるので、とてもね、助かってます。感謝してます。ありがとう。こちらこそです。ね、反応がないのに喋り続けるのって結構大変だったりするし、やっぱ何から話していいのかわかんない。もういろんな思いがね、たくさんあるから。いえいえ、本当にこちらこそです。で、それがまたね、励みになるじゃないですか。またやろう、また頑張ろうって。ただ YouTube にアップするだけだったら、それはチャンネルが売れてれば別だけど、なかなか
ねえ、そんな風にもならないし。YouTube もね、チャンネルが3つあるんで、よかったら、高評価と チャンネル登録 していただけたらありがたいです。ね、猫を見に来ててさ、こんな話を聞く人も聞く人だけど、聞かされて嫌な人もね、あると思うし、まあ、そういうことをいろいろと思ってるうちに、私はどうやって発信したらいいのかね、分からなくて。もう2、3年時間がね、止まりっぱなしなんで、ようやく動き出しました、なんか。で、無理してもできないし、嘘もつけないし、もう隠しても仕方ないから、これが私よって、全部見してます。これが私よって全部見せてます。髪の毛切りに行く。ああ、そうなんだ。ありがとね。髪の毛切りに行く。ちなみに、言ったよね、カークのお母さんも美容師さんだった。私も美容師です。もう、あんまり薬は触りたくないので、カットだったらするけどって感じかな。あとちょっとできたらワクチン打ってない人だったらもっといいけどって感じで。美容師の仕事も嫌いじゃないし、好きなんだけど。トリミング？いや、人間のだよ。人間の美容師。トリミングは、うちで前働いてた子がトリマーの資格持ってるから、だから案外で、この先、人間、そうそう、この先、ここの建物の2階には美容院あるんだけどね、私がしてた。でも、この先、案外で動物の、トリミング部屋にするかもしれないし、それはちょっとまだわかんない。この間少し作戦会議はしたんだけど。暑いからね、カットしてさっぱりすると、やっぱ気分変わるよね。気分変わるし、なんか変なのがついてたらそれも落ちるとかっても言うからさ。髪の毛の神は神様の神と
とかね、上って書いて神っていうのと一緒な、そのひらがなやカタカナで書いたら同じじゃない？神って。なんかもともとそういうような意味があるんですよ。漢字に書くと違うけど、日本語にはそういうね、意味があって、同じ音のものは同じ意味だし、同じ神様がね、一音一音に神様の名前なんです。50音で、興味がある方はね、そういうことを今日ちょっとツイッターでシェアしたアマテルさんっていう方が上手に解説しとられたんで、私は上手に解説できないから、また そこを見てください。言葉にね、一つ一つ神様がついてて、一つ一つがパワーがあります。で、日本語はその母音、すべての言葉に母音がついてるから、母音とも言うの。だから、最強言語だし、これやっぱり思いと言葉と行動が一緒になった時に一番その力を発揮するので、やっぱ本当に思っていることを本心で喋らないと、人にもつながらないし、宇宙にもオーダーがね、通らないです。宇宙にオーダーが通したかったら、今言った言葉と心と行動を一致させることと、あと表で思ってることと、その内側で思ってることはまた違ったりするから、その自分の中の表と裏もね、一致させる必要があるし、知る必要もあるし、だからもしもそういうことにも興味がある方があって、なんか潜在意識のね、書き換えがしたいとか、体の回路の作り直しがしたいとか、自分が本当に考えていることをどんなことか知りたいとかっていう方があったらね、そういうことのお役に立てます。まだそこをコンテンツとしてしっかりはさせてないんだけど、ここのメンバーシップとかなんかで、安価な値段でね、気軽に相談してもらえたらいいかなって思ってます。なかなかいろんなことがこうパーッとね、インスピレーションは湧くんだけど、体一つだし 普段の生活も 今このライブ配信してるから、結構この30分の細切れってすぐやってきて、ポチッとしていろんなことを他にね、やろうと思ってカメラ置いて出るんだけど、なかなか30分の細切れだと進まんかったりしちゃって、いけんですわ、おばちゃんだし。あとかかとの骨を折ってからちょっと頭も体もだいぶ弱ったんでね、やっぱ人って動物の一種でね、動物って動くものって書くんだけど、そうだよね。やっぱ動かんとダメだし、動いて調整することもあるし、で、またこの喋るってこともね、私普段猫と一緒に
暮らしてるから、あんまり喋らない。てか喋る機会ができたから、すごくね、いいなって思ってる。かーくんにもコインいただいたことあるけど、今日はだから、サボ太郎さんがコインくださって、30分延長がね、1回ありました。本当だよね。ちょっと30分早すぎるわ。あなたたち、ちょっとこっちいらっしゃい。眠たいみたいです。眠たいみたいです。行ってきて、散髪して、美男子になってください。いい男になって帰ってきてください。はい、ありがとね。ありがとね。そんな感じで、今なんかつらつらかーくんとね、話しましたけど、私が喋ってることがね、受け入れられる方と受け入れられない方もいると思うんですが、まあ、どっちでもいいんですよ、それはね。これじゃないといけないっていうふうには思ってないので、今後ともね、こうやって小さい、今しかないので、この子たちがね、育つ様子を楽しんで見ていただければ。嬉しいです。で、もしも何かあればね、お気軽に、声かけてください。これね、ツイキャスには DM みたいな機能はないんだよね、きっとね。また
止まりそうなタイミングでやってくるので、よかったら可愛いなと思って眺めててください。何かね、いいことがあるはずです。ちょっと一旦ここから離れますね。何かあったらコメントくださいね。